皆さんこんにちは。 JR 四国が松山駅の高架化に伴い駅ビル建設に意欲を示しています。松山ではご承知の方も多いと思いますが、市内の中心地は伊予鉄の松山市駅となっており、 JR 松山駅は町外れといった印象です。その一方で福山と松山を結ぶ高速バスが松山駅を通らないというルートに変えるといった動きもありまして、松山駅よりも松山市駅の方が重視されている傾向がここでも見られます。今回はこうした松山をめぐる現状と今後について考えてみたいと思います。まずは JR 四国が進めております松山駅高架化における近況からお話をしていきたいと思います。JR 四国は3月に松山駅高架化下の概要を発表しております。ぎゅっとずっと愛媛を紡ぐ松山ゲート、そうしたコンセプトで高架下に入る14の飲食物販店舗を公表しております。こちらが JR 四国から出ておりますプレスリリースから引用したものでございますけれども、右側のところキラキラした感じの綺麗な、そうした店舗が立ち並んでおりまして、この右側のところ一番下のこの3枚目の画像を見ますと、私の印象では金沢駅とか長崎駅の高架化下にあるような施設、これを小ぶりにしたような感じにも見えます。ただですね、この左側のですね、松山駅高架化した商業エリアのゾーニングといったところを見ると、北陸新幹線の開業に伴ってリニューアルされた福井駅高架下が一番近いのかなという感じもいたします。そうした松山駅でございますけれども、今ご覧いただきましたこうしたものであれば、規模的に言いますと高松オルネという新しい駅ビルが、最近今年の春になりますけれどもオープンいたしましたが、この高松オルネが開業する以前の高松駅と同じくらいの規模なのかなと思います。そうしたところで JR 四国、先日新しく就任されました篠宮新社長が記者会見にて JR 松山駅の駅ビル建設に意欲を示すといったことがございました。この席上で篠宮社長は高松駅に3月を開業いたしました高松オルネという新しい駅ビルですが、こちらが目標を上回るともコメントされています。実際にこの高松オルネは年間の目標入館者数700万人という数字を出しているんですけれども、開業からの3ヶ月で入館者数は220万人と発表されております。3ヶ月ですから、単純にこれを4にして1年間というふうに考えると880万人ペースということになります。開業のですね、最初のですね、ご祝儀市場みたいなものがあるので、この3ヶ月の数字がそのままこの後もずっと続くとはちょっと考えづらいところもあるんですが、そうしたところを差し引いても700万人という目標をクリアすることは間違いないのではないかなと思います。そうした事実も踏まえてこの松山でもですね、高松のように駅のビルを建てて、この駅で新しくですね、非鉄道事業の収益を拡大していこうということを、そうしたことを意図されてこの篠宮社長はコメントされたと思うんですけれども、ただですね、高松といったところはですね、駅単独ではなくて周辺にすでにですね、サンポート高松といういろいろな施設がたくさんございまして、駅周辺にそもそものにぎわいがございます。このサンポート高松、高松駅があるサンポート高松というこのエリア全体と既存の商店街との競合関係みたいなものが高松、これが実際にあるわけですけれども、松山駅を見ると駅周辺にそうしたサンポート高松のようなですね、大きなこの高層ビルが建っているようなところはありません。そして松山は高松と異なりまして、このですね、愛媛松山を牛耳る存在と言ってもいいと思うんですが、伊予鉄というですね、巨大な存在が立ちはだかっています。その伊予鉄の拠点が松山市駅でありまして、ここが松山の中心でございます。この松山駅と松山市駅の関係については以前別の動画で詳しく解説をさせていただいておりますので、よろしければそちらもご覧になってみてください。こうした中ですね、松山駅よりも松山市駅を重視するような動きといたしまして、
福山と松山を結ぶ高速バス、これが松山駅に止まらない新しいルートで運行開始するといったニュースが入ってきております。これはですね、伊予鉄中国バス、本市バス開発、瀬戸内しまなみリーディングという4社合同で運行しております。しまなみ海道経由の福山と新尾道と松山を結ぶキララエクスプレスというバス、このルートを8月から変更し、松山と福山の間、現行これ今3時間ほどかかってるんですが、これを特急として最短2時間40分に短縮するそうでございます。具体的にはですね、こちらのですね、プレスリリースから引用しました地図ですけれども、向かって右側が福山側、左側が松山側ということで、それぞれ水色で示されたところが現行ルート、赤いルートが新しいバスルートということになります。向かって右側の福山側を見てみますと、これまではですね、福山駅からこの山陽道を通って、4つのバス停を通って新尾道駅に行き、そこから島並海道に渡り、そして地図の左側、これは四国側になりますけれども、島並海道で今治に入った後ですね、ずっとこの伊予灘沿いに通っていって、北条、JR 松山駅を通って松山市へ来ていくという、こうしたルートで走っていたんですが、これをですね、もう一度今度地図の右側に戻りますけれども、福山駅から国道2号バイパスを通って新尾道駅に行き、途中のバス停は一切なしです。新尾道にしか止まりません。そして島並海道に入って、今治を抜けて、そのままですね、今治小松道、松山自動車道を経由して、途中に川口インター、松山インター口という新たなバス停を設け、松山市駅で終点、代わりに北条と JR 松山駅というこれまでのバス停は廃止ということになります。ですからもう松山駅にはバスは行かなくなるということですね。でそうなってきますと、JR の特急との比較といったものを考えると皆さん思うんですけれども、実際に特急潮風は岡山と松山の間を2時間45分ほどで走っておりまして、指定席に乗ると料金7350円です。ちなみにですね、これを岡山と松山を新幹線と特急キララエクスプレス、これを利用いたしますと、乗り換え時間を含めると大体所要時間3時間10分くらいになるかなと思います。で運賃は新幹線自由席2750円にバス4300円で合わせて7150円ですので、潮風に比べると若干安いかなとは思うんですが、潮風もこれ指定席になってますので、ですからそこのあたりの料金というのは特急のが若干安いのかもしれません。であと所要時間に関しましては、潮風の方が早いんですが、これ松山駅を起点として考えた場合で、これを松山市駅といったところを基準で考えれば、所要時間とか運賃といったところであまり変わらなくなってきます。というのは、特急潮風で松山駅に着いても、そこで路面電車に乗り換えて松山市駅アクセスということになりますから、乗り換えの時間、それから路面電車に払う運賃、こうしたところを考えていきますと、どちらでもあまり変わらないような感じになってきます。しかもどちらにしてもですね、乗り換えをしなきゃいけない。バスを使う場合は福山駅で乗り換え、特急潮風を使う場合は松山駅で乗り換えということになるので、松山市駅っていったところを基準に考えるとあまり変わらないのかなっていう気がいたします。それから特急バスに関しましては、新尾道駅に停車っていったところもあるので、広島方面から小玉に乗ってきて、ここに乗り換えるといった、そうしたですね、選択肢というのも取れるわけでございまして、この特急バスに関しましては、今岡山と松山といったところで比べましたけれども、実質福山広島と松山市駅を結ぶ、こうしたところに特化して差別化を図ったのかなという気がいたします。ただこのバスが松山駅を飛ばして松山市駅にしか行かなくなったという事実、これはですね、やはり松山における松山駅と松山市駅、このですね、力関係というのを表しているのかなというふうに思います。ではそんな松山駅が松山市駅に今後勝てるのかということでございますけれども、高松とはやっぱ異なって、松山には伊予鉄という強敵がいます。高松の琴電は伊予鉄とは比べ物になりません。そんな伊予鉄の本拠地である松山市駅、この牙城を崩すというのはもう至難の業と言っていいと思います。ただですね、他の駅の事例を見ると、スケールはだいぶ異なりますけれども、
京都におきましては京都駅がもともとの繁華街であった四条河原町と肩を並べる存在になっています。また熊本や鹿児島といったところはですね、JR 九州の、このですね、戦略というのもあるんですけれども、アミプラザというですね、大きな商業施設を建てて、既存のですね、中心街に迫る勢いというのを見せております。最近の熊本駅であるとか鹿児島中央駅であるとか、この駅周辺の賑わいというのは非常に勢いのあるものになっています。それからですね、最近ではやっぱ金沢駅もだんだんこれに近くなりつつあるのかなという気がいたします。金沢駅もですね、北陸新幹線が来てからというもの、駅周辺というのは大きく変わりました。こちらもですね、既存の繁華街といいますと、金沢ではですね、やはり近江町から高輪坊といったところかなというふうに思うんですが、金沢駅周辺というのも目覚ましい発展を遂げております。ただですね、松山と比べた場合、こうした駅を見ると、今挙げた駅すべてですが、どこにもあるのが新幹線です。それからですね、今例を挙げた京都、熊本、鹿児島、金沢ですけれども、どの駅も空港から遠いです。鹿児島空港も遠いですし、熊本空港も遠い。京都には空港がありません。一番近いところで大阪の伊丹空港です。で、金沢も小松空港といって近くはありません。従いまして、どの駅も長距離の乗客の玄関口としての役割というのが非常に大きくなっています。ここが私非常に重要なのかなと思います。もちろんその京都駅みたいに乗客の絶対数が多いっていうのもそれも重要なんですけれども、長距離の乗客がいつもこう出入りする場所であるかどうかっていったところも非常に重要な要素ではないかなというふうに思います。で、松山なんですけれども、新幹線はありません。それから松山空港は結構近いところにあります。なんでったって路面電車を延伸してそこにつなげようというような構想があるぐらいですから、路面電車のスピードでアクセスできるぐらいの距離のところにあるわけで、空港は近いです。ですから松山駅というのは現状ですね、岡山、せいぜいあと大阪とかあと高松ですね、四国内の高松、この辺りからのお客様の玄関口といったところの役割になっているわけです。ですから松山駅、これが大きな存在となるには、やはりですね、四国新幹線が来ないと松山市駅を超える存在になるのはなかなか難しいのかなというふうに思います。篠宮社長はですね、記者会見の時に駅ビルについていろいろ勉強していかなきゃいけないというようなこんなお話をされているので、おそらく、JR 四国の高松とか松山とか、この辺り、高松のオルネを作る時に実際 JR 四国っていうのはかなり研究されていると思うんですけれども、松山をおそらく研究するんであれば、熊本とか鹿児島とかこの辺りが参考の一つにはなるのかなという気がいたします。位置的にも近いですし、さすがにちょっと京都駅とかっていう風になりますとあまりにもスケールが違いすぎますし、あとは金沢駅ですね、この辺りが結構近い存在として、松山を今後開発していくときに何かの参考になるのではないかなという風に思いますが、いずれにしても新幹線が来ないことにはなかなか松山駅がさらに一つ二つ上のステップを目指すときになかなか難しいのかなというふうに思います。ということで今回は松山の近況についていろいろとお話をさせていただきました。ご視聴どうもありがとうございました。